熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。特に今季のチームの躍進は目覚ましく、11月6日に行われた J1 参入プレーオフ2回戦を突破し、 J1 リーグ昇格に手が届く位置にいます。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せします。無失点で終わらせるのが一番いいんですけど、守りに回ったらうちは必ずやられるんでね、リーグ戦と違ってプレーオフと違って入り替え戦という形になるんで、ね、まあ、新たな気持ちでやってくれればそれでいいと思います。選手はもちろんよく頑張ったんですけども、それを後押ししてくれたのがサポーターの皆さんだと思ってますんでね、本当に感謝の一言しかありません。ありがとうございました。感動しました。選手たちがすごい頑張ってくれてたので、もう僕たちは一生懸命応援するだけでした。行きます現地に行きます。もう私最後に涙がこぼって出ましたよ。J1 絶対自分たちはやれるってもう監督にも言われていきましたし、自分たちも自信持ってやってきたので、それは結果となって出てきたのかなと思います。1年間通してこうして自分たちがやってきたことが結果と表れているので、また一生全力戦いたいと思います。あと1勝で J1 昇格することができるので、熊本一丸となって勝って J1 昇格しましょう。やっぱりシーズン中もああいうゲームをそのまま落としちゃったりっていうのもあったので、まあそこで追いついてっていう力をつけてこれたのも、まあ今シーズン1年間しっかり積み重ねてきた理由かなと思いますし、本当にもうチームが勝つために自分がどれだけできるかっていうところだと思いますし、もう自分の調子の良し悪しじゃなくて、もう本当にチームの結果だけを求めてハードワークしていきたいと思います。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちがサッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです。じゃあ今日はこの3人で、トークをしようと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回はこちらの3人。佐藤選手はチームの守護神、幾度となくピンチを救ってきた選手です。菅田選手は不動のセンターバックとして守備の要を担っています。井岡選手は攻守ともに存在感を発揮しているチームのキーマンです。一番年上なのが36歳の佐藤選手、そして菅田選手が25歳、井岡選手は一番年下の24歳です。そんな関係の3人がトークするテーマはこちら。どうですか、初めてのプレーオフですけど。まあでもやっぱリーグ戦と違って緊張感があるなというのは感じましたね。リーグ戦と同じ気持ちでどれだけ挑めるかっていうのが僕たちにとってはとても大事かなっていう感じで、リーグ戦だったら1試合目も42試合目も変わんないっていつも言ってると思うんですけど、まあプレーオフも一緒かなって感じます。第1戦目もそんなに別にプレーオフだからみたいな感じはなかったもんね。最終戦もあれだけお客さん入って、うん、まあ、J2 同士なんで、うん、今まだリーグ戦と同じ感覚でできてるかなとは思いますけど、これがまた入れ替え戦とかになった時はちょっと変わってくるんじゃない？だから本当入れ替え戦はそれこそ大木さんと甲府でやった柏と入れ替え戦で、その時まあ俺出てなかったけど、なんか入れ替え戦ってやっぱりすごい見てる方も緊張した。あれは
入れ替え戦ってなるとなんか緊張した。会場の雰囲気とか、うん、雰囲気とか、まあ、あの時はホームアンダーウェイで試合があったんだけど、うん、でホームでやった時、青木さんもああいう人だから今と変わらないテンション、うんうん、やっちゃえみたいな、うんうん、ありがたいですよね。確かにありがたい。あのテンションありがたいっていうの、うん、自分たちやるだけだなっていう、うん、気にせんでいいもんね。なんかそうですね。まだまだ続く本音トーク。何かありますか。今季の群馬戦ホームの試合の時に、まあ、相手のスローインだった時に、その時にちょうど相手の選手が交代枠使って、自分のマッチアップしてるフォワードが、まあ、変わってタッチラインっていうかゴールラインの方に出てったんですよ。ありました、ね、そしたらある選手だけマークつけマークつけって、あの交代した選手に一人でずっと声かけてて、こっちは誰のことかなって思っとって、まあ正ゴールキーパーの岩井君の後ろでずっとマークつけマークつけピッチの外にいる選手に対してで俺らが交代しましたって言ったら、もう恥ずかしい、そんな感じで照れとったんで、それが一番自分の中でゲラゲラ笑った必死やった一人で一番声出とったね、一番出てたあれはちょっと恥ずかしかったね、うん、印象残ってる試合があって、やっぱ、うん、アウェー大宮で、まあ初めてチームとしても今季勝った試合で、うん、一番自分のプレー発揮できたなっていう、すごいやつで。ボンベだったもんね。すごいですよね。僕もびっくりしましたね。で自分のことを話したっていう話ね、これ。いや、まあ、一番、まあ、一番印象に残ってるプレーだったんで。ああ、はい、あそういうことね。そうです、自分の中で。あれなんかあるかな。でまあプレーオフの。後期の得点は俺はちょっと久々感情ブワー出たかな、うん、まあ、相原の点もそうだったけど、まあ、相原の点はその後のパフォーマンスの方がパフォーマンスっていうか、その後に見た写真がインパクトあった。あ、うん、喜んでるあいつの歯がやっぱ俺はインパクトあったね。やっぱあれっすよ、相原くんの話ってずっと出てくるっすね、毎回出てくるね、やっぱ出てくるね、出てくるっすね、やっぱ、うん。で後輩から見た相原はどうなんですか。イージーっすね、やっぱもうめちゃめちゃイージーっすね。相原あれだもんね、ちょっと岐阜から移籍してきた時にキャラ変えようと思って、うん、ちょっと静かだったんですよあいつ、うん、なんか俺をいじるなみたいな、うん、で自分キャラもう一回確立すんぞみたいな感じで意気込んでたけど、結局バレて、うん、今いじられ放題だもん。確かに、うん、誰からもそうそう、うん、岐阜の時よりいじられてるっすね。マジで確実に。でもあいついじられないと生きないよ、ね、うん、確かに、うん、今までできてきた全員が同じこと言ってますやっぱ一緒だよね話はつきませんが、続きは次回。続いてはこちらのコーナこのコーナーはロアッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい、番組のツイッターに投稿してもらうものです。前回の宿題は谷山選手からでした。早速番組ツイッターにたくさんの投稿がありましたよ。挑戦したい人は番組のツイッターをチェック。今回の宿題は番組後半で。天草の人たちが生き生きと幸せそうに生きてて。11月21日から始まる FIFA ワールドカップカタール大会へ向けた応援イベントが天草市でありました。これはサッカー日本代表の新ユニフォームのコンセプトになっている折り紙にちなんで、折り紙のカードに書かれた応援メッセージを全国から集めるというものです。そして天草郡嶺北町出身の日本サッカー協会田島幸三会長と、
元サッカー日本代表監督の岡田武史さんが、サッカーやアートは社会や地域に何ができるかをテーマにパネルディスカッションを行いました。天草なら天草の人たちが生き生きと幸せそうに生きてて、一番大事なことはよくシビルプライドって言われるけど、だからそれがサッカーをきっかけでもいいし、アートをきっかけでもいいんだけど、それが一番大事なんじゃないかなと思いますよね。ファーストラウンド3試合終わった時にまず2番目以内に入ること、そしたらもう次のまた16、そこのところは本当に見えてくるというふうに思います。新しい景色が次のベスト8まで、それを期待します。今日の2022 J1 参入プレーオフ決定戦のパブリックビューイングが熊本城ホール1階展示ホールにて行われます。みんなでロアッソ熊本を応援しましょう。また11月19日土曜日に2022ロアッソ熊本ファン感謝祭大望忘年祭が開催されます。詳しくはロアッソ熊本オフィシャルホームページをご確認ください。今回宿題を出してくれるのは須形選手と井岡選手の2人です。みんなもやってみてね。応募方法やもう一度宿題を見たい人は番組のツイッターをチェック。熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。